ヒンリヒローゼヒンリヒローゼは、ドイツ国の政治家。国家社会主義ドイツ労働者党の大幹区指導者の一人。第二次世界大戦中には、オストラント総督を務めていた。プロイセン王国のシュレースビヒホルシュタイン州のミューレンバルベクで農家の息子として生まれる。1913年から、ハンブルクのブロームウント、フォス造選所の従業員として働く。 第一次世界大戦中の1915年9月23日から負傷するまでの1916年10月30日にかけては出生した。1923年に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。1925年3月27日にはシュレースビヒホルシュタインを奥抱く指導者となる。1928年と1929年の 間にかけてハンブルクオクダク指導者の地位も兼任した。1932年7月の選挙で国会議員となる。あとの1933年のナチス党の政権掌握後はシュレース・ビヒホルシュタイン州の州総督となった。1942年にはシュレース・ビヒホルシュタインの国家防衛委員となる。 1941年7月17日にオストラント国家弁務官に就任し、1944年まで務めた。ラトビアにおけるゲットを建設に、ハンス・アドルフ・プリュッツマンと共に責任を負う。1945年5月6日に、カールデー・ニッツによって、シュレスビヒ・ホルシュタイン州の最高責任者から解任された。戦後間もなく、イギリス軍によって逮捕された。 1948年に刑務所内で懲役10年に刑を宣告されたが病のため1951年に釈放された。シュレースビヒホルシュタイン州総督時代の年金はシュレースビヒホルシュタイン州議会によって撤回された。1964年2月25日に死去するまでミューレンバルベクで余生を過ごした。ありがとうございます。